Are they natural creation or artifacts? It is widely said that nature does not draw a straight line. But what if there are two or three? What if there are ten or more? And what if all those lines are parallel? Do you still say that they are natural objects?For example, on the surface of Phobos, the moon of Mars, we can see such strange and straight lines. Moreover, they are lined up in parallel. What's more strange, the lines are linearly connected to the outside of the crater, which I reckon they are craters, and then to the surface of Phobos, back again. Are these reallynatural sculptures? More crucially, on the surface of Mars, we may also see a group of straight lines. There are 10 or more straight lines in the width of 18 to 20 kilometers. No matter how I think about it, I can't think of it as a natural effect. So, they are artifacts created by some intelligent people. They are a group of lines that are artificially drawn by someone. Then, I, Hiroshi Hayashi, will show you such straight lines in this video. 広く自然は直線を引かないと言われていますが、それが2本3本となったらどうでしょうか。さらにそれが10本以上になったらどうでしょうか。しかもそれらの直線が皆平行に並んでいたとしたらどうでしょうか。あなたはそれでもそれらは自然の造形物だということができるでしょうか。例えば火星の衛星のフォボスの表面には奇妙なライン群があります。どれも直線です。しかも平行に並んでいます。さらにおかしなことに、そのライン群はクレーターと考えられるその側面の中から外、さらにはフォボスの表面へと直線的につながっています。果たしてこれらは自然の造形物なのでしょうか。さらに決定的なことに、火星表面にもその直線群があります。幅18から20キロメートルの間に十数本の直線が並んでいます。平行で、そして等間隔にです。どう考えても私には自然の造形物とは考えられないのです。つまりそれらは人工物です。人工的に誰かによって引かれた直線群です。で、そうした直線群をこの動画の中で皆さんに紹介します。広島やし浜松シティジャパンで、火星表面の私が発見しました直線群を皆さんに見ていただきます。So many mysteries are there on Mars. Great canals on Mars. Are they man-made or created by nature effect? Here is another example about the mystery on Mars. この幅が18キロから20キロです。ということで、調べれば調べるほど謎の惑星、それが火星ということになります。今そのあたりを皆さんにご覧いただいてますけども、なんとなくラインがあるかなという感じですね。で、自然は直線を作らないと言いますけども、ここまで伸直線になるとですね、自然にできたとは、もう到底考えられないわけです。しかも大変見にくいところにありますよね。で、これでもやや見にくいかな
ていう感じですね。さらに拡大しています。この辺りにあるはずなんですけどもね、やや明度を上げてみました。さらに拡大してみますが、わかりますかね、あるかな、ないかなっていう感じにはしますけどもね、いわゆる NASA の探査機がですね、写真に撮ってそれを Google がこうして貼り付けたわけですけども、その時にできる技術線ではないよ、ないみたいですね。起伏のあるところで線が途切れたりしているのがわかります。つまりこれは技術線ではないということです。つまりこのラインは火星上にあるラインということになります。この矢印のところです。でこの全体の今幅がですね18キロから20キロですから、ちょうど18本から20本ありますから、線と線の幅がちょうど1キロ前後ということになります。そんなライン群がですね、まあ、火星の中に、火星の上にあるということですね。これは自然によるものなのか、それとも人工的なものなのかということになります。で、フォボスに戻ります。私が調べた範囲ではフォボスの表面のライン群について考察を加えた先生はいらっしゃらないようです。がしかしフォボスの表面には奇妙な直線があることは事実です、現実です。でもう一度このフォボスの表面を見ていただきたいんですけども、クレーターの中からそして上ですね、そして側面まで一直線にその直線が伸びているという点です。しかもクレーターの中のラインと外のラインがほぼ平行であるということですね。でこの部分を見ていただきますと、まあ、そのようにも見えるということです。そしてそのラインがですね、でこぼこした表面を巧みに、なんて言いますか、乗り越えながら続いているということです。で考えることはクレーターが先なのかラインが後なのかということになりますけれども、常識的に考えればラインが後ということになります。となると例えば石ころのようなものが転がってできた後なのかなというふうにも考えられますし、あるいは爆発によってできた後かなということにもなりますが、石ころでもない、そして爆発特有の放射線状に伸びる、まあ、あともないということですね。となりますとこうしたラインはどのようにして引かれたかということになります。まあ、このあたり見るとですね、クレーターの中からそれから上に出て、そしてまたフォボスの表面につながっているのがよくわかります。一体これらの線は誰が何のために引いたかということになります。またそういう視点で一度フォボスの表面を考えてみる必要があるのではないでしょうか。